心についてもう一つ聞きたいことがあるんだ。この前リネはお前が神の心を渡すことについて明らかな態度の変化があったって言ってたんだけど、お前しか知らない理由でもあるんじゃないかってオイラたちは推測してたんだぞ。ふむ。ハウス・オブ・ハースがファディの情報機関を務めているのもうなずける。実に鋭い観察だ。その質問についてはちょうど君たちに共有しておきたいことがある。え？まだあるのか？あの日君たちを原始大会から陸地へ送り返した後、私はスカークと名乗るあの人物とこのような会話をした。じゃあオイラたちは先に上がってるからお前も早く上がってこいよ、ルビレット。うわあ！さてよし、同性のクジラはもういない。邪魔はなくなったな。お前の力に含まれた成分もやっと嗅ぎ分けられるようになったぞ。この星の最初の古竜の剣能、そこに神の呪いにも似たものが加わっている。とても新鮮だ。うむ。一体何だったか記憶にはあるはずなんだが。何を言っているか全く理解できないのだが。ああ、思い出した。なんだ、答えは簡単なことやもしれん。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？そんなもの聞いたこともないが。うむ。お前たちのよく使う言葉で言うなら、確か神の心と言ったか。確かにホカロルスの神格が消え去った後、神の心は私に預けられた。しかし君が今言ったことについては間違いなく初耳だ。私は幼い頃から師匠について武術を学び、地上に戻ったことがなくてな。触れる情報はほとんどが極悪鬼によるものだった。だからかもしれん。もとより人類の上位にある存在だから、彼の常識も当然人とは異なる。そのせいか私たちと人類との交流にはいつも多くのズレが生じるんだ。そのことはともかく、不吉なものは災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは本来であれば祝福されるべきことだ。しかし死んでしまえば本人とこの世の間にあった無数の関わりはやがて呪いとなり果てる。何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。これは私が地上に戻りたくなかった理由でもあるがな。君の言う第三降臨者とは一体誰のことだ？またそれはいつ死んだのだ？師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう。だが興味があるというなら今度師匠に聞いてこよう。今度また会えるのか？うむ。ああ、そういえば私には弟子が一人いてな。何かあればあいつに伝えさせよう。ここまでが私が彼女から聞いた話だ。役に立つかどうかは分からぬが、まずは君たちに伝えておきたいと思ったのだ。第三降臨者の遺骨？神の心がそうなのか？チェスのコマみたいな形ってイメージだったけど、あれは遺骨だったってことか？彼女の話が誤解や変わった比喩でもない限りは。で、不吉で手放した方がいいってあいつに言われたからお前はファデュイにやったのかよ。もしスカーク殿の話が本当ならば、それがフォンテーヌにある限り危険の種となりうるだろう。ふむ。降臨者という概念を認識しているだろうとは思っていたが、君自身が降臨者であるとは予想だにしなかった。となると、元素に対する極めて高い適応力を持ち、ひいては元素力を増幅することさえできる神の心の力は、第三降臨者に由来するわけか。君も似たような性質を持っているのか。そうだな。神の目を持ってないのに、元素力を操れる能力とかか？これも特別な適応力って言えるかな。いやいや、とりあえずは余計なことを考えないでおこうぜ。だって、なんだかすごく変な感じだぞ。死んだ第三降臨者と旅人を比べるだなんて。そりゃそうだけど、やっぱりすごく不吉だぞ。タルタリアが回復してきたら、あいつを問い詰めようぜ。一体どういうことなのか、あいつから師匠にちゃんと聞いてもらわないとな。同感だ。情報が揃っていない状況で根拠のない推測をするのはあまり賢明なやり方ではない。法廷と同じでね。これで予言にあったフォンテーヌの危機もやっと一段落ってとこだな。そうだな。ホカロルスの努力も全てはこの時のためだった。だけど、神として自分を犠牲にして、人間としては500年も辛い思いをしながら生きてきて、それって本当にあいつが望んだことだったのかな。神の願いというのはそもそも不思議な謎なのかもしれない。私には無理だ。ただ時々こんな想像をしてみることがある。もし願いが空の雲だとすれば、それはいつの日か雨となって大地に降り注ぐのだろう。命は水のように絶えず循環し、雨は最終的な答えを与える。水は傾くことがあるが、雨はどこまでも平等に降るのだ。君や私、あの人が浴びる雨に果たして何の違いがあろうか。